さあ、じゃあ行きましょうか。連続かよということで、変えません。あと、まあ変えるとしたらアビリティですけど、アビリティ取るかどうかですけど、どうやろう。アビリティもそんなに大してないと思うんで、そんな溜まってないですよね。さっきの戦闘もほぼ何もしてない状態なんで、魔導士のマントを守り入れる？ドンムーの、ドン悪無効ぐらいでしょう。そんなにね、これと言ってて、エルフのマントっていうのをね、買いたかったんですけど、高くて買えへんかったのよな。召喚なんかできるかな？まだか。ちょっとこの辺ね、この辺使ってみたいですけどね。御三家と言われるようなやつ。無理ね。無理ね。じゃあ、とりあえずこっちは置いといて。もうマスターしてもうてるしな。もう叫ぶは存在しないのか。それとも、ショーが進むと、もしかしたら、強くなるっていうか、別の選択肢が出てくるっていう可能性もなくはないですけどね。こいつももうマスターできるな。文句は飛行券、カウンター取っとこっか。レベルはもう上がりきってるってことでいいのかな、これ。反撃タックルをカウンターにして、それぐらい。じゃあ、行きますか。試合開始。文句を、ちょっと待って、文句、アグリアス、文句、スーザン、ムスタリオ、これでいこうか。追いかけてるから、やっぱりそういうこと。近い1回？やっぱりそうか、あそこで戦うんか。いや、もう絶対成績使いよると思うんですけどね。俺、音おかしいもん。音おかしい。来たわ。これ来たわ。いや、離して。っていうか、やべえ、アルマが。ウィーグラフおるやん。イズルデオ、ここは私に任せろ。さっさとその娘を連れて行け。何？ここでウィーグラフ戦か。さあ、こっちへ来るんだ。助けて、ラムザ兄さん。ああ、最悪や、ほら。最悪や。来たか、ラムザメ。良いか、子供だと思って舐めてかかると痛い目に遭うぞ。用心してかかれ。そう、ウィーグラフを倒せ。了解。どこにいんの俺ら。わしらはどこに。裏か。裏側にいんのか。ミルーだよ。今こそお前の仇を討ってやるぞ。やかましや。あかん。体力バカやぞ、こいつ。うわー、使えんの、これ。聖剣技。マジか。ワンパン。ひどくね？これ、ちょっと。罪やんか、これ。いや、これ、積む、まずい。これは、まずいぞ。だって、セーブしたもん。はっ、まずい。分けてセーブするべきやった。死ぬバトルとかなさそうやねんな。ガード、どこ、何をやってんねん。いきなり行かれた。ちょっと、どうしよう、これ。いや、ちょ待って、これね、ちょ待ってよ。ちょ待てよ、ほんま、もう。ヘイスの打率があんま良くないんですが、いや、ちょ待てよ。一回ヘイスでやっとかんと、これまずいって。お前はウィーグラフ生きていたのか。久しぶりだな、ラムザ。また会えて嬉しいぞ。理想の実現に燃えていた
天使が教会の犬になりたかったか。実現することの難しさを知らぬお前に何がわかる。理想がどんなに素晴らしいものでも実現できなければそれはただの夢に過ぎない。ではどうやったら実現できる。この世の中力がなければ何もできない。私はそれを悟った。力を持たぬ者は何をやっても夢を実現化することはできん。お前には私が教会の犬に見えよう。何とでも言え、私は一向に構わん。どんなに蔑まれようとも最後に笑うのは私だ。必ずお前たちを屈服させてやる。いいねいいね、こいつはこいつでいいのよ。エール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 を、お姉ちゃん、もうお姉ちゃんが頑張るしかないから、聖剣技、当たれー、聖剣技の、もう殴り合い出し合いになるかな、これ。厳しいな、厳しいな。ちょっとパーティーをね、これ厳しいわ。パーティーをね、パーティーというかムスタディオを更新してきた方が良かったかもしれないな。そのドンアクを打ちまくってウィーグラフ1回でも止めれたら多分だいぶでかいんで。いや、もうあれですけどね、もう詰めてぶち殺しますけどね、こうなったら。うわ、やべえ、もうガンガン来る。あかーん、ヘイストのところにいるからみんなが、まずい。最悪や、もう。めちゃくちゃ強え。こいつをむざけんな、お前。盗む、盗む、盗む、盗む。これや、もう盗むしかない。33ペアかけるーす。よっしゃー、取ったー。よし、いった。素手でもこの威力かよ。でもこれで聖剣技が使えへんくなったから。よし、決まったぞ。これで聖剣技が使えなくなったはず。いや、チャンスはある、チャンスはある。黒が近づいている、黒が近づいてる。狙われてる。ちょ待ってくれ、ちょ待ってくれ、マジで待ってくれ。106、85、こいつは聖剣技使えなくなっている。いや、本当はねチャクラとか言いたいんですけど、ぶち殺せ。よし、賭けに勝った。オッケー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 。よし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 。ムスタディオで一回やらせたいけどな、アイテム紙なんでね、まあ投げれるんですけど、こんなも生き返らせてもすぐ殺されるしな。まあ、とりあえず生き返らせるか。すぐ殺されるとしても敵の行動を一段使ってもらえると思うだけでもいいか。ここ来る。マジかよ。え、やれんのこれ。北斗コスサイドは聖剣技じゃ、マジかです。バカな、めちゃくちゃ強え。食らいやがれ、食らいやがれ。くそー、おまじないや、おまじない、おまじない。召喚師を何としても生かせる。フレアをぶち込むんだ。目にもの見せてやる。やーべえ、ショーツに突っ込んできた。やばい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 。うわ、最悪。眠り。
マジか、マジかよ。なん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 、マジかよ。強い。しかも政権儀ガンガン政権儀やれるって、もう剣せっかく盗めたのに意味ないし、壊滅ですわ、壊滅。だいたいまず開幕した時の、ずるいわそんなん。開幕した時にもうあの位置取りでいかれとんのやから、これカッチカチやが。しかもよく考えたらアグリアスにヘルメット装備もさせてきてないし、忘れてるわ。全部全部あかん、全部ダメや。腹立つなあれ、おうみたいな。そんなデスの確率なんてね、そうそう高くないと思うんですけど、もろ入ったもんね。いや完膚なきまでに行かれたわ。久々に持ってかれましたね、これ。これは強いぞ。罪の気配すらもある。危ねえ。ちょっとこれもうガチでいかないと無理や。ということはもう召喚をやめるわ。召喚やめて位置取りもちょっと分散させて、不動無名剣が飛んでくるんで、あとラムザ盗むはありですね。運ゲーになりますけど、ラムザ盗むを狙い続けた方がまああと後々楽ですね。です、もうですの可能性はあるにしても、あるにしてもですわ、あるにしてもなんとかなりそう。そのですを割り引いても、ですのことを割り引いてもなんとかなりそうなので、とりあえず、やることを考えていこう。まず盗むは間違いなくラムザにやらせるっていうところで、ラムザのジョブをシーフに変えて盗む確率を上げる。多分シーフに変えておいた方が盗める確率上がると思うんですよね。でアビリティ盗むとガッツですね。で、次こいつ文句はこのままで OK でしょ。で、こいつをちょっと召喚を一回プロに戻します。どっちでもいいんですけど、召喚でもいいけど、まあまあ一回黒に戻します。プロに戻してプレイヤーを一発ぶち込めたらとんでもないダメージいけると思うんです。で白か時かなんですが、時ですね。時をかける JP ですね。これで魔導士の服、これで一発ワンパンぶち込むでしょ。でロマンダ銃のムスタディオ先生を講師に戻す。そして鈍悪をすごく狙う。まああのガフガリオンと戦った時と同じやり方ですね。それで行く。で、アイテムを持たせておく。OK。で、アグリアスは装備できてないので、地位最強装備を、ダイヤヘルムを装備して、カチカチにしておく。ダイヤアーマー装備してカチカチにしておく。そして、こいつはまあまあまあ、アビリティはアイテムだけ。反撃タックル、装備武器ガード。ガードやな。ガードにしましょう。そして、OK っすね。OK っすね。おし、これでいこう。配置よ、問題は。最初にあれ食らったから、バーって歩いてきてドカンで、あんなもん、エグゾディアですよ、あんなもん。完全なるエグゾディアだったんで、こうこうこう食らったんで、ここに入ったんですよね。確実に分散させようと思ったら、
ここで、ここで、スーザンはもうここを確実に分散させようと思ったんですよ。ここ飛んできた時に、まあ、アグリアスだけは食らう、ここ来たらこいつだけは食らう、ここか、ここ来たら3人食らっちゃう。いやでもまあ配置的にはこうやね。もうここ来たらお手上げやし、うん、真ん中来たらもう、でもしょうがないもんな。ここ来るようならもう後ろが安全じゃなくなるんでもう意味ないし、もうこれでいきます。これで食らったら食らったやわ。もうこれ食らったら今度はもう体力を上げる対策をしておくしかないので、それでちょっと頑張ります。さあ行きましょう。楽しくなってまいりました。非常に楽しくなってまいりました。ふざけんなこいつ、ほんまやばいやんけ。もうまだ余裕あります。私まだ余裕ある。言うてもさあ、こんなも出落ちやもんね。前たーって歩いてきてドカンって、ご勘弁よほんまに。体力400ぐらいあったんですけど、フレアのダメージ270で出てたんですよ。だからなんとかなる。あれ体力減ってる。よかった、よしよしよし、助かった。これでとりあえず生き残ったでしょ。ストップ、ストップだと、ストップだと、ふざけるんじゃない。まあいいや、腕を狙う。あれあれ当たらない。というか鈍悪無効なのかこいつ。足を狙うわ。え、戦うで当たらへんの。ここ当たるよな。状態条件全部無効か。言うて先言うて余裕はもう全然ないんで、一気に行きますよ。サリー余裕が全くないですから。シェパード、シーシェパードね。ペネロペ、ペネローペ、エルティアナ、こいつ多分撃ってくると思う。ほらラムザか、チャージしてラムザか。余裕ないから一気に行くで。ヘイスなんかやってられっか。一気に行くぞ。よし、倒しきりゃいいんやから、倒しちゃいいんだから。よいしょ、マジか。もうほんま、もうポンコツ、もうマジポンコツほんま。ちょっとてるか。さすがにこれは当たるやろ。65、沈黙、沈黙させてもな、沈黙させてもな。フレア来た。330、330、70、75%、これぐらい積もってくれるやろ。速攻で終わらせてやる。許さんぞ。降りてこい。やめろ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 。くそ。作戦は成功したかに見えたが、ちくしょう。あかんのこれほんまに。なんであかんのこれ。当たらんのか。悔しい。もう完璧やったと思ったけどな。作戦悪くはないっすね。作戦悪くはないんやけど、運の要素がでかいからね。
ラムさんに盗めてたら勝ててますけどね、確実に。あの技も飛んでこないわけですから。いやもうこうなったらもう、攻めだるまよ、攻めだるまじゃこれは。よし、102倒しゃいいんだろ、倒しゃいいんでしょ、倒しゃいいんだから。60一番ダメージが与えられる技を探す。抵抗、抵抗はどう、待って、抵抗は70か。よし、これでいいや。次のターンまでモンクかグリアスが生き残ってれば倒せるはずや。ウィグラフ来るんだろ、当然来るんだろ。不動無用系うぜえわー、これ。生きろ生きろモンクよ、やつを殺すんだ。ムスタディオ、ムスタディオがどんどん来る、どんどん来る。耐えた耐えた。ウィーグラフの行動がめちゃくちゃ早い。マジで言ってんのかこいつ。こいつめちゃくちゃ素早いんやけど。うちのメンツの行動は誰か動いてお願い、誰か。サリーアイラビュー。あかん、あかん、刺さった、あかん。アグリアス、オリナイツ、よー、75、残り75、いけるかな、足りるやつあるかな。55、嫌な予感。60 55 65 70なんですよね。うわ最悪や。追い込んだけど、なんかイベント発生しろ。ガードガード、くそー。いや、いける、いけそう、いけそう、すげえいけそう。これいけると言っていいでしょ。見えた、見えたし、見えたし、 OK。 じゃあちょっと楽しくなってきたんですが、次に行きます。ちょっと時間が長くなるので次に移動したいと思います。次多分いけると思いますよ。今ラムザストップしてなかったら確実にダメージは足りた。まあ盗む行きましたけどね、そもそもラムザは。で、ちょっと、ほら、ムスタディオの攻撃が入ってなかったっていうのもありましたし、多分いける。ちょっと楽しみにしておいてください。では見ていただいてありがとうございました。